皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。お母さんの算数数学教室、今回は比例について復習します。比例というのは小学校の時こんな風に学習しました。伴って変わる2つの量があって、一方が2倍3倍になると、もう一方も2倍3倍、ね、こういう関係にあるもの、これを比例というふうに学習しました。でも中学になるとちょっと変わります。中学校では y が x の関数であり、関数というのは x が決まると y が必ず一つに決まると、こういう関係、これを関数と言います。この関係にあって x と y の間に y=ax、 この関係が成り立つもの、これを比例と言います。この時の a のこと、これを比例定数と言います。では例を挙げて説明してみます。括弧1、時速 60km で走る自動車が x 時間に進む道のりは y km であると、これを式で表してみましょう。必ず y イコールの式にするので y は何を見ますね。 y は道のりですね。道のりは速さ×時間でした。速さは60、時間は x 時間ですから 60×x ですから 60x とこうなります。y は 60x と y イコール ax と同じ形になりましたね。ここで比例定数が x の前についている係数の60ということです、ね、y は 60x と表せたので、これは比例である、比例定数は60です。こういうふうになります。括弧に、底辺が 10cm、 高さ xcm の三角形の面積、これが y 平方センチメートルになる、これを式で表してみましょう。三角形の面積、底辺×高さ割る2でしたね。底辺×高さ割る2、じゃあこの順番に式を作っていきます。面積は y はですね、 y は底辺10ですね、底辺×高さ x ですね、10x 割る2、こうなります。これは2分の 10x となって、これ約分できちゃいますからイコール 5x です。ですから式は y イコール 5x、 これも y イコール ax と同じ形になりましたから比例しているとね、底辺が決まっている時の面積と高さ比例していると、こういうことになります。比例定数は5ということですね。今度は比例定数 a を求めて式を作っていく方法です。括弧3、 y が x に比例し、もう比例しているって分かってるので y イコール ax の形になるということはここで分かったわけです、ね、y が x に比例し x イコールマイナス2の時 y イコール6になる、この時の y を x の式で表せと、こういうことです。ですからまず比例しているから最初に y イコール ax とこの形が決まっています。そして x がマイナス2、 y が6ですから、このマイナス2と6を x と y のところに代入します。 y は6ですから6はa× マイナス2なのでマイナス 2a と入れ替えます。マイナス 2a は6となって、両辺をマイナス2で割ると a イコールマイナス3になりました。比例定数がマイナス3ですから、この比例の式は y イコールマイナス 3x とこのようになります。では次はグラフの方に移ります。グラフに移ります。
比例を表す y イコール ax。 このグラフは原点を通る直線になります。では実際にグラフを書いてみます。括弧1番 y イコール 2x。 このグラフを書くとき、このような表を作るとグラフを書くのが簡単になります。y イコール 2x の x のところにここの数字を当てはめていきます。まず 2×0 は0、原点ですね。 2×1 は 2、 2×2 は 4、 2×3 は6と、反対側もマイナス2、マイナス4、マイナス6と、このようになります。この x と y の組み合わせは実は座標を表しています。ですからグラフの中にこの座標を取っていけば、ね、あとは定規を使って結ぶだけということになりますね。では座標を取っていきます。まず原点を取るので00、ここですね。そして121の時に242の時43の時6と、こうなります。反対側もマイナス1の時マイナス2ですね。マイナス2の時マイナス4、マイナス3の時マイナス6ですけど、かけないのでここまでにします。そしてこれね、取った点を定規を使って結びます。これを結べば y イコール 2x のグラフの出来上がりということです、ね、これが y イコール 2x のグラフです。では次は y イコールマイナス2分の 1x、 これを書いてみましょう。今度は x の前の比例定数、これ分数ですよね。この分数になっているのは、いるときにはですね、この分母の倍数、これを x のところに取ってあげると座標を取りやすくなります。分母2ですから、2の倍数である偶数をここに並べていきます。ですから0、2、4、6、マイナスもマイナス2、マイナス4、マイナス6と取っていきます。原点は00ですね。マイナス2分の1かける2でマイナス1、マイナス2分の1かける4でマイナス2、同じように6の時はマイナス3と、こうなってマイナス2分の1かけるマイナス2で1と、同じように23と、あ、3ですね、3、このようになります。先ほども言ったようにこの x と y の組み合わせは座標になっています。ですからこの座標をグラフの中に取っていきます。原点は00、そして次は2でマイナス12でマイナス1ですからここですね。で4でマイナス24でマイナス23でマイナス、あ、6でマイナス3ですね、ここです。で反対側もマイナス2で1、マイナス2で1、マイナス4で2、マイナス6で3と、こうなりますから、これを定規を使って結んでいきます。これが括弧2番のグラフと、ね、いうことになります。じゃあ次はですね、グラフから式を求める方法、これに入りましょう。グラフがこのように書いてあったとき、グラフの中で x 座標も y 座標も整数になるところを見つけてください、ね、整数になるところを見つけてください。3番では x 座標が 3、 y 座標が1、こういうところが分かります。で比例ですから y イコール ax で座標が x が3、 y が1と、このように分かるわけですね。この座標を x と y のところに代入していきます。 y1 ですから1は a かける3と、 3a こうなります。で入れ替えて 3a イコール1、両辺を3で割ると a イコール3分の1となるので、このカッコ3のグラフは比例定数3分の1、
ここに入れて y イコール3分の 1x と、これが3番の直線の式ということです。4番も同じようにやります。4番は、2マイナス4ね、x が2の時 y マイナス4と、ですからここに座標を書くとすると2マイナス4と、このようになりますね。先ほどのを書いていくと、ここの点の座標、ここは31という座標になります。 y イコール ax で、このカッコ4番の座標2マイナス4ですから、 x が2、y がマイナス4をここに代入します。マイナス4は a かける x2 ですから、 a かける 2で 2a へと入れ替えます。 2a はマイナス4、両辺を2で割りますね。 a イコールマイナス2となって、比例定数はマイナス2と出てきましたから、求めるグラフの式 y イコールマイナス 2x と、これが4番のグラフの式ということです。今回は比例について復習してみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。